私は田中さんをキラだと思っています。キラですか？わかんないな。Lさん、これ無理。私がLです。龍崎と呼んでます。龍崎いる。今日はですね、Lさん今日は龍崎さんに指を口から迎えに行かないでください。それを解けばレイペンバを殺した人物に近づけるということですね。そうなの、多分違うと思います。違うんですか？まあまあまあ、一に迷って遅れてしまった田中さんを見て、みんなは嬉しそうにしていました。一体なぜでしょう？田中さん偽名ですか？はい、あ、まあまあ、田中さん偽名としましょう。田中さん偽名なんですか？偽名です。つまり顔と名前を知られてはいけないということです。私は田中さんをキラだと思っています。 1% です。まだ田中さんがキラである確率は 1% 残すな。 1% ここから質問していくとしましょう。はい、で問題文をもう一回言ってください。なんで、何なんですか？私の性格は幼稚で負けず嫌い、ということはおそらく田中さんも幼稚で負けず嫌いなんで、なんでそうなっちゃうんだよ。どこに関係性あったんだよ。キラですか？違います。いいえ、違います。はいはい、遅れて来たのにみんなが嬉しそうにしている、うん、はい、分かんないな。Lさん、どういうことだ？みんな、田中さんが遅れているの、みんなが喜んでいる。田中さんが遅れてくることに何か得るものがある。なんか賢そうな感じがする。田中さんはちゃんと詰め込んでるけど。あ、じゃあ田中さんは爆弾持ち人間ですか？ダイナマイト国立系おばさんですか？何でおばさん言ってるんですか？違います。いいえです。難しいな。じゃあ答えもういきます？答えもいいや。え、もういいんですか？それ負けすぎないの？これ無理。それはLにとって負けたことになったりしないんですか？敗北じゃない。これは田中さんは迷路に挑戦していて、みんなは田中さんより先にゴールしてたので嬉しかったんですよ。田中さんビリー、私たちの方が早いってやつだ。そういうことです。納得いかないな。答えを見せてください、そのサイト。答えどこですか？あ、これですか？はい、そうです、そうです。答え、エル知っているか、死神はリンゴしか食べない。書いてねえよ。違うわ、そんなこと。キラが死刑囚にサイトを作らせたわけじゃないんだ。このサイト、キラが作ったサイトじゃないか。安直に終わった。病院は爆発しますか？大爆発しますか？キラは出てきますか？出てきません。わからない。ちょけちゃった、ちょけちゃった、ちょけちゃった。女性がいました。近所の美容院に通っていましたが、はい、その後10年間も後悔し続けました。それは一体なんでですか？キラ、キラだ。キラ合ってるんですか？これは 3% です。 3% です。嫌なことがあったってことですよね？そうですね。そうですね、結果的に後悔してます。美容院で嫌なことが起きましたか？はい、やはりその女性が美容院に行って女性にとって不都合が起きたということですね。はい、やはり可能性はあります。今すぐその女性のことを調べてください。Lさんがやってください。Lさんが調べるんです。これを、彼女はもしかしたらレイペンバーの婚約者かもしれない。違います。キラと接触したの？違います。違うの？違います。聞いてみてください。元 FBI ですか？元 FBI ですか？違います。水平思考クイズは与えられた問題文の一個一個をこう深掘りしていくのがいいと思います、うん、今美容院を深掘りしたじゃないですか。なるほど。でも他の単語もあるんで、うん、なるほど。なかなかいいとこ言っていますね。八神くん、あなたなら私の後を継げるかもしれない。もし私に何かあったらあなたが次のLになってください。に重いって。それでは渡り、続きの問題の続きをもう一度改めて読みますね。はい、女性が近所Lさん、Lさん、つっかえたみたいになってますけど。なんで、なんで、ちょっと、ってなっちゃった。怖いって。何で終わらすんだよ。10年間、この時間には何かトリックがあるかもしれません。この10年、何か意味がありますか？例えばな、あ、
入っていそう。一回聞いてみよう。一回聞いてみよう。10年間っていう数字に意味がありますか？はい。10年っていうものは何の数字か、これを考えるべきだと思います。はい、ああ、そうです。いいですよ。10年レイペンバーはおい、おい、おい、レイペンバーは女性だって美容院は爆発しますか？しません。大爆発しますか？大爆発しません。キラは出てきますか？出てきません。わからない、わからない。三上か。三上？三上だ。三上じゃない、あの弁護士の三上。え？三上が2冊目のノートを持っている。お前生きてたっけ？お前その時いたっけ？三上がヒントを出しましょうか。ヒントちょうだい。エルさんって出身って日本じゃないですよね。やっぱアメリカから日本に来る時とかって必要なものとかが。飛行機です。それと10年何か必要だったものありません？パスポートですか？パスポート身分証。わかったー。免許を更新する前にその美容院に行って変な髪型にしてしまいました。そのまま免許の写真が坊主になってしまったわけです。だからそのまま次の日に免許の更新に行ったから、今後10年使うであろう免許証はずっとその人は坊主になっている。つまりレイペーパーを探し殺したのはそいつだ。最後違います。今すぐライト君の部屋に監視カメラを付ける。なんでレイペンバーは殺してないです。チョケちゃったんだ。でチョケちゃった、チョケちゃった、チョケちゃった。あんちょけやってた。終わった。顔と名前は？5人の子供の顔と名前は？そのはい、家で答えらんないこと言う、聞かないでください。私がいるです。はぁー、思い出したー。エコバッグの中にみかんが5個入っています。5人の子供が1つずつみかんを持って帰りましたが、エコバッグの中にはまだみかんが1つ入っています。どうしてですか？リンゴ？みかんです。一字一句違う。みかん、リンゴ、みかん。エコバッグがあって、はい、5人の子供顔と名前は？5人の子供の顔と名前は？そのはい、家で答えらんないこと言う、聞かないでください。もうこれ関係ありません。関係ない。関係ないです。子供が誰かは関係ないってことですか？子供が誰か関係ないです。ニアでもねえっつってんだろ。いやでもメロ、メロでもでもニアとメロはこう2人揃ってやっと私になるみたいなのがあったけど。ありましたけど。ありましたね。1人では L、はい、L を超えられないみたいな、はい、ということですか？なんかこう割れてみたいな。え割れでかい1個は2個みたいな、そのキモい計算をしてますか？キモい計算をしてますか？私がいるです。こんなやつ L なわけねえだろ。差し込んでくんな、そんなこと。私がいるんですけど。うん。じゃあこれいいですか、一つ、はい、ヒントというか、リンゴでも大丈夫です。リンゴでも大丈夫ですか？はぁー、思い出したー。うわ、思い出したー。わかったじゃなくて思い出したーなのやめてくれません？その思い出したは違うんですよ。水平思考クイズとしておかしいね、リアクションが。その5個あって、はいはい、この持っている男の子が、はい、友達みんなで分けようぜで、あの1個俺のな、あとみんな持ってってってやった。はい、正解です。